ヤギ編集長、今週の見出しをお願いします。健康診断レポヤギ編。それでは始めていきましょう。ラブリーズのラブトピラブリーズの宮崎りおです。ネギサキです。始まりましたラブリーズのラブトピー。この番組では私たちラブリーズが取り上げたい話題やニュースラブトピーを発信していきます。はい。さあ今日もツイートはハッシュタグカタカナでラブトピーよろしくお願いします。お願いします。さあ、はい、ヤギ編ですけど。ヤギ編、でも、うん、あのいろいろ聞いといてよかった。あ、そう、あのなんかビビらされすぎて、うん、もうなんか周りにっていうかマネージャーにね、うん、まあ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 、私もだっていいって思ったもん。え、やんな。てかまあそうやろうなって正直思いながら言ったの、うんうん、あの大げさに言ってんやろな、うんうん、大げさにっていうか大げさに感じ取ってんやろなこの人って思って、うんうん、だから別にすんなり私は。でもなんかリオちゃんもちょっとビビらしてきてたからさ。あ、ビビらせてた。それはやめてよやめてよ私だって別に一人でスッて終わったもん、うん、ね。でもさ4個1とかじゃあんまなかった。あ、さっきなっちの場合は、うん、さっきマネージャーの久保やん、うん、デニム姉さん、ジャガイモおじさんごめんごめん、癖強いな。うん、名前ちゃんとつけた。あ、そう、久保やんと。いや、やめなさいよ、ほんまにでもデニム姉さんとせめてマネージャーは止めろデニム姉さんとジャガイモおじさんは服着替えてなかった。あ、じゃあその人たちは健康診断じゃなかったんじゃない。でも健康診断やねん。うん、なんかさっきたちだけ着替えさせられて。うん、そう。でもそれは違うと思うよ。あ、違うんかな、うん、え、ほんでね、ほんでね、あの視力検査をしたの、うん、なんか箱を覗くんやけど、うんうん、なんかさ結構離れ2メートルとか離れてさ右左とかするんじゃなくって箱の中を覗くねん。箱の中ってかそういう機械な、なんか箱の中身は何だろうなみたいな感じやった。いや、あ、それ覗いたわけだしあれ手入れるからさ、か覗くやつじゃない。でもさ、その先生がさ、うん、そのそこの担当の先生がさ、うん、なんか優しいっていうか大いいんかなって思ったんが、うん、さっき目悪いんよコンタクトしてても、うんうん、だから右左とか言うんやけど、うん、うーんって言うんよ、うん、ちょっと多分間違い取ったら、うん、え、じゃあ左って言ったら正解なんかえ、そんなんなかったよ、いいのみたいな。でさっきがうーんって言ったら一回飛ばそうかって言って、うん、でじゃあ次みたいなで、うん、左って言って、はい、じゃあ一個戻ろっかって言ってまぶたきしてみたいなで、え、じゃあ下みたいな、うーんみたいな。もう先生かなんかやと思われてんじゃん。先生の判断っていうか先生 の反応で、うん、さっき全部やってたクイズちゃうぞで先生だと先生のうーんとかさ、うん、正解みたいな。正解って何？分からへん。なんかそんな感じで。あれ正解かどうかなんて言われたことなくない？普通そんな子、そうやって言われて、うん、もう一回まぶたきしてみようか、うん、いける、そう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 みたいな感じ。それでさ正解してさ視力めっちゃいいになってる、うん、ちょっと測定できてなくて。でも視力ね悪くなってた。え、なんで知ってんの？ん、え、聞かへんかった？どういうこと？全部言われたよ。私何も言われんかったよ。うっそ、うん、あとだから身長も正確な身長知らん。え、うっそ、身長も言われて2センチぐらい減ってて、うん、2センチも減ってた。2センチも減ってた。嘘でしょ。だからさちょっとだけさなんかやっぱさちょっとさ身長高いのはさ、うん、なんかえ、でも待って、シャキちゃんさ背伸びたって言い張ってたやん。言ってたね。怖くない？怖い。でさなんかさそれ書いたんだツイッターに、うん、だみんななんか夜だったらみたいな、朝もう一回測ってみなって言ったけどいや朝一で健康診断行ってんのよこっちは早起きしてみたいな。確かに。だからあれと思って。でもね、それいつ測ったってめちゃめちゃ前、大学生とかやん。あ、言うたらそうなん。大学生ぐらいの測ったやつ後はプロフィールの公式のプロフィールになってるのよ。あ、そうなん。だからだってそんな測る機会ないやん。そう、私病院行って測る。あ、さっき測らへんから。あ、だから病院のさ待合室とかにあるやん、縮み。あ、ええ病院の待合室とかにあるやん、うん、それさっき知らん。それそう、そこで測る。でもね、めっちゃショックやったんがね、体重も増えてたしね、お腹周りも増えてたの。なんか通りであの黄色の衣装きついはずやって思ったの最近ずっと言ってるね。そう、やばい、きつい。そうだからほんまにジム通おうと思って、うん、極端なんですよねこの人、うん、ずっとジム通おうと思ってる、うん、で でね通おうと思ってるだけね通うとは言ってない、うん、ほんであのバリウム、うん、初めてのバリウム飲んだね、うん、でなんかあのなんだっけ、ねる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 ねのさ言ってること分かったでしょ。めっちゃ分かってんけどさ、うん、それ飲まされてさ、うん、もうめっちゃシュワシュワしてさ大変やった。あれ、いや、そうやで。でも先生になんて言われたと思う？
美味しそうに飲むねって言われた。はい、もうこさんが美味しそうに飲んでたんって。美味しそうに飲むねって乗せられたんやろ絶対。でその後あのバリウム飲んだんやけど、うん、全然飲めた。あ、ほんと。まずかったけどね。うん、美味しくはないよね。で、あとアトラクションも楽しかったよ。アトラクションって言い方やめな。右、左。めっちゃ、でもさ、じわらんかった。え、さっきそれめっちゃ考えてた。久保さんもりょうちゃんもやったんやと思って、ニヤニヤしてた。でさ、なんか先生がさ、別室におってさ、うん、なんか言うてくるやん、いろいろ。うんうん、でさ、一生懸命やるやん、こっちは。うん、あ、そういうことかって思って。なんかその距離いるやんって思ってゴロゴロする。いやだから言ったやん、そうじゃないよって。そういうことかって思って、うん、で必死にやってさ、うん、なんか終わってさ鏡見たらさ、うん、口の周り真っ白やってさ、うん、こんな状態でやってたんやと思ってめっちゃ恥ずかしかった。みんなそうやねって。あ、そうなん、うん、先生言ってよ口の周り白いでって言って。これあの OKD さんからいただいてるんですけど、うんうんうん、この放送がある翌日に健康診断行ってきます。うわ、恐ろ恐ろ放送がある翌日？翌日。あ、え、この放送？そうそうそう。あ、じゃあ OKD さんさっきが全部レポしてあげたから大丈夫。でもあの毎年3月に健康診断受けてるんですが。あ、受けてんのか。いやそりゃそうでしょうよ。あ、そっか、うん、え、じゃあこの OKD さんもでもバリウムが苦手なんやって。え、バリウムねどうやったらね、うん、飲めるかって言ったら逆に味わった方がいいかも。え、はい、結構味わって飲んだ。発泡剤も苦手なんだって。発泡剤。発泡剤じゃないな。発泡剤美味しいな。発泡剤の方が誰が健康診断の発泡剤食べに。発泡剤の方が苦手やった。バリウムより。私もシュワシュワ好きじゃないから。びっくりしたほんまに。口の中でぬる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 やろ。全部出るかと思った。ね、でもさあれってさゲップしないでねって言われるな。でも出ちゃって 2,3 度飲み直しさせられちゃいますって。え、最悪やん。それ大変じゃない。最悪。え、あれさ、うん、なんかあの持った時さ重って思わへんかった？さっき重って言っちゃった先生に渡された時。え、あのバリウム、うん、私重っていうか思ったよりも量が多くて、うん、一人でんって思う。だ残り全部飲んでくださいって言われた。リュウちゃんに言われてたから、うん、聞いといてよかったって思った。いやもういや無理やって。まず一口飲んでねって言って、うん、ごっくんしてねって言って、うん、はい全部じゃあ、はい、じゃあ残り全部飲んで終わったって。でもハギちゃんあと飲んだよ。飲むよそら。アリアちゃんも飲んだ。そらそうでしょうよ。健康診断誰が途中でやめんねん。あれめっちゃ大変やった飲むの。大変やった、ね、もう味わって飲んだからさ。あの注射が一番痛かった。筋肉注射な、うん、あれリオちゃんなんかめっちゃビビらしてきてたけど別にそんな痛くなかった。今まで受けた注射で一番痛かった。嘘。私その数日後にあのコロナワクチンの3回目打ちに行ったんですよ、うん、その注射がもうなんか何も感じなかったぐらいそれが痛かった。え、なんかそうやって言うからさ、うん、そんなに痛いんかな。しかもなんかさ何怖がらせるじゃないけどさ、うん、まあされてたんかなと思ったぐらい全然痛くなかった。もうほんまに痛かった。痛いで痛いけど、うん、8ぐらい。8? もう8には刺されたことないけど8めっちゃ痛いと思う。痛いんか。なんかそんななんか針がちょっと刺さってますぐらいやった。え、もう針3段階刺された。え、その人じゃない。そうかもしれない。さっきそんな3段階もしてない。ほんまに痛くて初めてあの注射で泣きそうになった。マジで？その場で、うん、大人になったのに。へーっていうぐらい痛かったの。でもね、うん、なんか健康診断の前の日9時までには食べ終わらなあかんかったよ、うんうんうん、ご飯。あれはあんまきつくなかった。そうね、うん、なんかそれめっちゃきついかもって思ったんやけど。その前日オフなんやったっけ。あ、違う、仕事収録やったよ。あ、そうやそうやそうや。でだからあれや、それ収録終わっても解散したから、うん、そう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 、夜までお仕事なかったよね、うん、だからじゃないかな、うん、ご飯も行けたし、うん、でそのまま終わってマネージャーと焼肉食べ放題行きました。ランチ。これもひどいと思うね私。何何これ。あの一緒に行こうねってずっと言ってたのにこの人。ちゃうで。じゃあもうちょっと褒めてほしいことが一個ある。別にリオ行かんからっていいけどな。聞いてよ。何よ。あの小籠包なずっと食べ放題行きたいって言ってたやんリオちゃん。別に食べたいな。食べたいな小籠包言ってたやん、うん、言ってたやろ、うん、でマネージャーがここありますよって言ってん、うん、でもさリオちゃん行きたいって言ってたからさ、さっきは言ったね。私めっちゃごめんなこと言っていい。何よ。小籠包この間お家でパーティーした。最低。終わりましょう。はい、それではラブリーズのラブトピー最後までお付き合いください。ラブリーズのラブトピー、ハッシュタグはカタカナでラブトピーでツイートしてね。実況ツイート見てるぞ。ヒロヒロ
リロリ。もっぱんラブリーズ。このコーナーでは食べるの大好き私たちラブリーズが毎週テーマを決めて話題のスイーツ、食品、ドリンクなどが本当に美味しいのか実際に食べて素直な感想をお伝えします。はい。さあ、もっぱんとは韓国語で食べる要素を放送するという意味ですけれども、はい、今週もやっていこうと思います。では八木編集長、今週の見出しを教えてください。スターバックスのふわふわムースコーヒー牛乳とフルーツ牛乳フラペチーノ飲んでみた。こちらはスターバックスのコーヒー牛乳とフルーツ牛乳の味わいが楽しめる、ドリンク、新作ドリンクが発売されたということでですね、はい、うん、まずコーヒー牛乳の方は、はい、ミルクコーヒームースと、うん、ミルク&ホワイトモカフレーバーシロップで、うん、バニラミルクコーヒー、うん、まあ、コールドブリューのコーヒーなんですけど、はい、が入っている、もうまさにコーヒー牛乳な、めちゃくちゃ美味しかったんけど、これ感想まだ、あー、ごめん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 、まだだった、感想まだです、いつも言っちゃう、これ紹介してるから、すいません、すいません。でフルーツ牛乳フラペチーノはフルーツポンチ果肉ソース、美味しかった、その上にチェリーも乗っていて、で、まあ、下は、ミックスフルーツオレの、まあ、フラペチーノなので、ちょっとまあシャリッとした、シャリシャリのね、はい、氷のな、9種類のフルーツ入ってるんだって。そんな入ってた、うん、感じれへんかった。それはどうよ美味しかった。でもそうっていう、まあ、フラペチーノこの2種類を実際に飲んでまいりましたので、はいはいはい、まだまだ美味しかったって言った今ちょっと早かった、はい、では感想報告していきましょう。編集長お願いします。なんで売り切れやねん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 いいよ自動でやらんで。これね、うん、まあ、この収録の前の日に発売やったから、前の日にフルーツ牛乳も、まあ、コーヒー牛乳も飲んだんやけど、うん、個人的にコーヒー牛乳がめちゃくちゃ美味しかったの。美味しかったね。でさっきもう絶対明日も飲むって言って、でまあそのラジオ関西の近くのスターバックス今日行きました、うん、ソールドアウト。なんでやねんと思って、朝11時前にね、そう、ね、仕入れといてよと思って、うん、でももうそれくらい人気なんやと思ってね、え、うん、もうそんなっていう、そう、 なんて言ったらいいんかな、なんかほんまに上はふわふわのムースで、うん、まあ、ストローで飲んだからそんなムースを自分は感じれへんかったんやけど、まあ、混ざってたしね、そうそうそう、でも何ていうの、口どけ滑らかみたいな感じ、うん、飲んだ感じ、別にこっちはフラペチーノじゃないからさ、何ていうの、まあ、ドリンクだね、そうそうそう、スッと普通に飲み物として入ってくる感じ、うん、美味しかった。何か何だろうね、スタバでやっぱこのカフェラテとか、うんうん、こうミルクが入ってるものはあるけど、うんうん、なんかコーヒー牛乳感があった。そうそうそう、なんか、うん、スタバで飲むラテとかとはちょっと違う感じ、うん、それが多分、うん、まあ、ラテやったらさエスプレッソって焼くし、うんうんうん、コールドブリューが多分なんかいいんやろうなと思って、リュウちゃんがいつも飲んでるやつな。あ、そう、私はいつもコールド、そう、水出しのコーヒーなんですけど、うん、もしこれがレギュラー商品になるとするやん、コーヒー牛乳が。ならないと思うけど、ね、ならへんけど、うん、なってほしい。もしなるとしたら、うん、さっきいつもキャラメルマキアートを飲むんですよ、うん、スタバに行ったら、うん、絶対このコーヒー牛乳毎回飲むと思ってぐらい、うん、もう美味しかった。美味しかった、うん、美味しかった。でももちろんフルーツ牛乳フラペチーノも美味しかったの。美味しかった。ミックスジュース感がすごい。そうそうそう、濃厚っていうかさ、なんか、うん、フルーツがガツンときて、いいこのミルクの味もするよね、うん、そうね、牛乳あったね、ちゃんと。私これ多分この期間に上のクリームなしにして一回行くと思う。あ、言ってたね、うん、ね、クリーム、そう、あ、でもね、うん、なんていうんやろ、結構爽やかな感じで、そうそうそう、ごくごくなんか飲めたね、なんか。たまにコーヒーじゃなくてスッと何か飲みたい時があるの、うん、そうやな、うんうん、そんな時にもめっちゃいいなって思った。めちゃくちゃ美味しかったな、これ、うん、ほんまに。ちなみに、うんうん、ラジオネーム233さんからもいただいてまして、うんうん、はい、スタバに行ったことがなかったと。え、でそんな私がついに満を持してスタバデビューをする日が来ました。ちゃんと買えたかな、スタバ初心者の私はドキドキしながら店内に入り列に並びました、うんうん、順番が来て、うん、ムースコーヒー牛乳くださいと伝えると気まずそうに、うん、申し訳ございません、3月16日からの発売になりますので、行ったのは前日の15日という、気が動転してしまいそのまま出てきてしまいました。あ、じゃあいいですって。私のスタバ初体験はあえなくもうダメだったということで。
待って、じゃあ飲んでないってこと？はい。あ、そうなんや。言ったのに、動転して出てきちゃったんで。そうなんや。何も飲まずに出てきちゃってます。あ、なんや。でも、飲んでほしい。これ美味しかったから。美味しいから飲んでほしい。もう一回挑戦、ドキドキすると思うけど。でも次、すいません、ソールドアウトですって言われる。そう、曲ね、書いてるからさ、うん、そうそう、ちょっと薄いね、うん、細いシールが貼ってあるソールドアウト普通に、じゃあ、コーヒーでとかでもいいと思う、うんうんうん、あ、じゃあもう普通にアイスコーヒーで、うん、アイスコーヒーでって言ったらいいと思う。アイスコーヒーってあるんやっけ、わからない、だけ飲まへんから。ありますね。ほんまに美味しかったな、これ。なんか他にもスイーツが出てて、うん、あのね、ケーキとか、うん、このコーヒー牛乳のケーキとか、うんうん、フルトレのケーキとかが出てる、出てるのよ。それもちょっと食べてみたいなと思いますね。なんかやっぱスタワーってすごいね、クオリティが高い、全部、うん、ほんまに毎回やっぱ。でこのね、うん、コースター、うん、なんかわいい、牛乳瓶の蓋みたいなデザインのコースター、一人一枚って言ってもらえるので、うん、ぜひゲットしてほしいなと思います、うん、これかわいい、ほんまにめちゃめちゃ可愛かった。ちょうど昨日このコースターをね、うんうん、持って帰ったのうちに、うん、なら、まあ、我が家スタバ大好きなので、うんうんうん、発売日に絶対飲むの、うん、なら、まあ飲んだらしくて、うん、コースター店内でしかさ、ドライブスルーするからうち、あ、そっか、そう、店内でしかなかったから、でかしたって言って、うわ、喜んでもらえます。え、それってさ、使うん、家で、もう言ったら保存か、コレクション、うち袋とかもコレクションしてるの。そう言ってたな。そうなんですよ、スタバオタクなのね。それってさ、デザインが好きなの、この女の人の。コレクションしたいんじゃないかな。あ、別にこの女のが好きって、女って言い方悪いこの髪の長い女が好きとかじゃないってこと。うん、違うよ、デザインが好きみたいな、もうスタバのブランドが好きみたいなこと。スタバが好きなの。あ、グッズもめっちゃあるし、うん、いや、そやなんかリアちゃん、シロップあるやん、うん、あれもう、うちシャンプーみたいなやつやろ。あ、そうそう、あれ3種類ぐらい、うん、コーヒーメーカーの横に並んでる、言ってるよね、なんかそれ。お家でコーヒー入れるポットもスタバのやつ。え、ポット？ポットっていうか、その何？ドリップして、あ、そういうことか。その何？入れるやつ。そう、なんか、うん、リオちゃんスタバ行ってめっちゃグッズ買ったりするねん。買う買う。あとか東京のさ、ロースタリー、行った時とかもカバンとか、私カバンもスタバの使ってる、ね、ちょうどいいやんな、リオの R やから。そうよね、ロースタリーって R なのよ、ね、さっき最初リオちゃんそれ持ってる時に、え、 SR って言ったもん私だってね、うん、一番最初それ知ったのってロースタリーじゃない、リザーブの R なんやけど。あ、リザーブか。ファンの方にスタバカードいただいたことがあって、うんうんうん、R って書いてるから、うわ、私のためにスタバカード作ってくれたんやって思ったら、リザーブの R やった、さっきだから、え、 S もあるって思ってたけどあ、ちゃうかった、そういうことか。縁があるんですよ、やっぱ。だからまあスタバ一家ということで、スタバ一家ということで、はい、でもうちの家族も全員大好評やった。え、そうなんや。でもほんまに美味しかったもん。ぜひ皆さん、うん、兄さんも飲んでください。飲んでくださいということで、ぜひ気になった方、はい、スターバックスで買ってみてください、はい、このレポートはラジオ関西のトピックスサイト、ラジトピでも写真付きで掲載していますので、チェックしてみてください、はい、では来週のテーマを発表します。ゴディバマンスリーシェフズセレクション、カヌレ食べる。ついにゴディバからカヌレですよ。ちょっともう待ってよ、私たちカヌレがとにかく大好きで。カヌレほんまに好きなんよね。大好き。なんかことあるごとにさ、カヌレ見つけたら食べるよね。うん、ほんまに大好きなんですけど、うん、もうゴディバからなんて絶対美味しい、うん、ということで、うん、食べてきたいなとね。え、なんかちょっと店が限られてるっぽいので、皆さんを見つけるの大変かもですが、そうそうそう、対象店舗、うん、店舗検索できたので、公式サイトの方でぜひそれ見て皆さんも食べてみてください、うん、そうそう、無駄足運ばないように。そうやね、そうそう、うん、ぜひ皆さんもね、食べて感想を送ってみてください、はい、また扱ってほしいテーマも募集しています。メールはラブリーズアットマーク jocr.jp、 毎週木曜日に収録していますので、それまでにお願いします。以上、もっぱんラブリーズでした。春といえば桜餅が食べたいです。ラブリーズのラブトピ、ほんまに食べたい。うん、なんで疑ってんの。八木編集長のトピックス徹底解説。さて、今日も始まりました八木編集長のトピックス徹底解説。私、キャスターの宮崎梨央です。そして我らが八木編集長です。よろしくお願いします。
こちらのコーナーはあらゆるジャンルの話題に精通する八木編集長が気になるトピックスを徹底解説するコーナーです。笑いなしの真面目なコーナー、あらゆるジャンルに精通している編集長ですので、何を解説してもらうかは事前に伝えていません、はい、間違った情報を発信しないよう気をつけてください、はい、大丈夫です。キャラどうされました？大丈夫です。編集長のままなんです。あ、そっかそっか、すいません、大丈夫です、はい。では最近気になるニュースは何か。そうですね、あのネットラボというね、ニュースサイトからなんですけど、はい、自販機に貼られた貼り紙がとっても親切で話題にとい う, ほう、これね、はい、ちょっと私たちも経験したことあるので、はい、あーって思いましたね。写真がね、はい、話題になってるんです、ツイッターに、はい、ツイッターで、はい、フルーツパンチっていうね、飲み物の、 あのボタンの近くに、はい、これ買うとカフェオレ出てくるよって手書きのメモが貼られていました。こんな感じですね、皆さんの方見てください。なるほど。そうで、まあこの人多分、まあ前に買った人かな、はいはい、が、まあ、フルーツパンチ、はい、買おうと思って押したら多分カフェオレが出てきたんですね。なるほど。だから他の人にも教えてあげようと思って、それを書いてたんですよ、はい、メモに、はいはい、でそれを貼ってたんですね、はい、で、それで教えてくれてサンキューなーって言って、その写真を撮ってツイッターにアップしたんですよ、はい、その人がね、はい、そしたら翌日に張り紙を書いた人がリプランに登場、はい、すごい届いたんだ。フルーツパンチが写ってるツイッターを見たんですが、はい、無事に買えましたかって。はい、そうで、ちゃんと買えましたよって、その時にはもう戻ってたらしいんですよ。あ、なるほど、うん、あ、その人も買ってみたんですね。そうです、買ってみたらしくて、うん、で、3日後にその担当者がご指摘、はい、ありがとうございます、治りましたので ご利用くださいって、はいはいはい、そのだからそのツイッターでさ、いろんなこの人が登場してて、でもね、私一回、はい、このラジオ関西の、はいはい、ね、自販機で、はい、宮崎キャスターがね、はい、アセロラの飲み物を買おうとしたら、はい、強炭酸、はい、強炭酸のコーラみたいなの出てきて、まあ宮崎さんね、ちょっと炭酸が苦手ということで、はい、で春菜さん、春菜キャスターそうが来て、春菜キャスター春菜さんが来て来て、じゃあこれ飲むからもう一回買い、うん、って言ってくれたから、うんうん、押してみたんですね。そしたらもう一回同じのが出て、そうなんかね、アセロラ3個ボタンがあるんですよ、うん、だからじゃあこのボタンなら出るかっていうので、うん、たらまた強炭酸が出てみたいな、はい、じゃあ強炭酸押したらアセロラが出るんじゃないかと思って、強炭酸押したら強炭酸が出てっていうね、はい、ことがあったので、うん、結構やっぱあるんですかね、これ自販機の間違いね。まあ、だからあの時、はい、私たちも張り紙をするべきだったんですよ。でも買い続けた結果アセロラが出ました。出ました出ました、はい、出るまで買うっていう、だから何個か詰まってたんですかね、はい、今日アセロラのところに間違えて入れちゃったんですか ね皆さんもあったら張り紙してあげてください、はい、今度からはね、してみましょう、はいはいはい、それでは今日のトピックスです。温泉で頭にタオルを乗せる意味とは、使った後にはシャワーで流した方がいい、温泉ソムリエに聞いた。テレビなどで温泉に浸かるシーンが放送されると、よく頭にタオルを乗せていますよね。あれには意味があるのでしょうか。また温泉に浸かった後はシャワーで流した方がいいのでしょうか、というお話なんですけれども。かしこまりました。こちら、はい、意味ありません。あ、意味ないっていう説もあるし、意味ある説もあるんですけど、意味ない説から説明していいですか。編集長、温泉好きですよね。温泉大好きです。そうですよね、はい、じゃあ乗せる意味が、何でした。ない場合とある場合、どっちもあるんですけど、どっちも話していいですか。わかりました。ない場合は、はい、タオルを使う、体とか洗ってね、はい、それを言うたら温泉につけちゃったらダメじゃないですか、はい、で温泉のお湯から一番遠いとこどこかって言ったら頭の上なんですよ。だからもう頭に乗せとっちゃったらいいやっていうのっていうだけの意味です、あれは。なるほど。意味がない方はね、はいはいはい、だから猿、邪魔だからって。そうです。猿とか意味はありますよ、ね、とか風情が出るというか、見た目の問題。そうです、見た目、はいはい、意味がある場合は、今のが意味なしバージョン、はいはい、意味ある場合はですね、温泉に浸かっていたら湯気が出るんですよ、頭から、はいはいはい、それを抑えるためにパンってタオルをパンって乗せて湯気抑えです。湯気抑えのためにタオルを頭に乗せて、
過ごすんですよ。湯気出すぎたらせっかく頭温まってる、体温まってるのに湯気が出るって、うん、もう露天風呂ぐらいじゃないですか。いや出ます出ます。室内であんまり人から湯気出てるの見たことないです。でも見えないんですけど、このシャーって出ていってるのを。湯気出ちゃダメなんですか。ダメなんですよ。なるほど、はい、抑えますあれで。 あともう一個何でした。シャワー、あと使った後、温泉に使った後に、うん、シャワー流し出る前。あ、もちろんです。それは流した方がいい。流した方がいい。なるほど。そうですね、まあ、理由をどっちもあるんですけど、どっちもあっちゃダメなんですよこれ。どっちの説もあるんですけど、どっちも一応話していいですか。いいえ、片方でお願いします。どっちですか。どっちもあるんですけど、今回の説はないんですよ。ないんで。あ、そう。どっちか流した方がいいです。それは何か理由はあります、はい、やっぱり不特定多数の人がやっぱ温泉に入っているので、はい、まあ、最後にその新しいお湯で体を全部流して出るっていうのがいい、はい、あ、なるほど、はい、っていうのもありますし、はい、はい、いや、一応聞いてください、はい、温泉って効能があるんですよ、はい、そのお湯に、はい、言うたらなんて言うんですか、腰にいいとか、編集長、電気が走ってるとか、はい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 、でそういうのがあるから、それを洗い流しちゃダメっていう説もあるんです。どっちもあるんです。すいません、編集長、その委託はずるい、うん、ずるくない。どっちもあるんで、いやダメです、はい、ダメです。えないんですよ説は1個しか。いや、諸説あるみたいな感じで、どっちも今回2回って、言ってないです、はい、今回は、うん、温泉ソムリエの方に聞いてますんで、うん、ないんですよ。いや、まあ、でもいい、じゃあ一旦言ってください。じゃあ編集長的にはタオルを乗せる意味はあるのかないのか、どっちですか。あ、なんかどっちもあるんですよ。違います。編集長の解説を聞いてます今。もう逃げまくってます今日。タオルは意味ありますかないですか。ないです。不定です。あれ見た目、見た目、シャワーで流した方がいい、流さなくていい、まあ、個人の自由なんじゃないですか。編集長、違います。流した方がいい。わかりました、では先ほどの解説に間違いがございましたので、くそー、私から。編集長もうそっちかって言った瞬間、本当にカフを下ろしますからね。兵庫県三田市にある三田天然温泉ことぶきの湯広報室課長で温泉ソムリエ温泉入浴指導室という資格を持つ高橋さんによりますと、温泉に浸かった後最後にシャワーを浴びて出る人もいますが、それはもったいない。温泉に温泉に入ると成分効能がたっぷり肌についているので、その成分を流してしまわないようになるべく最後は流さずに上がることをおすすめしますとのこと。また入浴中は水圧によって血液が頭に集中しやすく、ゆっくり温泉に浸かりたいけどすぐにのぼせてしまうという悩みに、入浴中に冷えたタオルを頭に乗せることでのぼせるのを防ぐことができますので試してくださいと。編集長、あなた湯気抑えって言ってたんで、これは全然違いますよ。惜しくないですからね。とアドバイスしていました。間違いがありましたこと改めてお詫びして訂正いたします。でもそういうことだなと思ったんですよ。あえて途中選びましたけど今回は、ぜひリスナーの皆さんからも八木編集長に解説してほしいトピックスがあれば番組までお寄せください。また先ほど紹介した記事はラジオ関西のトピックスサイト。笑いなしですよ宮崎さん、さっきからずっと笑ってますけど。今日ずっとふざけてらっしゃるんでここ掲載されていますので、ぜひご覧ください。以上、八木編集長のトピックス徹底解説でした。春といえば桜チラチラ、ラブリーズの。いやいやいや、いかせへん今のは。何桜チラチラって。ダメダメ。ラブリーズのラブトピラブリーズのラブトピエンディングのお時間です。はい、さあ今日も感想はハッシュタグカタカナでラブトピをつけて、皆さんたくさんよろしくお願いします。お願いします。では番組のメールもお待ちしています。メールアドレスはラブリーズアットマーク jocr.jp LOVELYS アットマーク jocr.jp です。収録は毎週木曜日を予定しております。は
い。そして毎週木曜日にラジオ関西の羽川秀樹ハッスルにレギュラー出演しておりますラブリーズの検証しますというコーナーで毎週いろんな検証にチャレンジしていますので、はい、聞いてください。私たちの出演は12時30分頃からです。そして、3月21日月曜日祝日ですね、はい、こちら8時から配信ライブ何がかかるかわからないマネージャープロデュースライブという、配信ライブを行います、はい。まあ、セットリストも私たちは一切内容を知らないという怖すぎ、はい、内容で、はい、全くやったことない曲かかるかもしれんよ。あの人のことやからやばい。でも私あの音源の提出はするから一応、うん、言ってて前そうやそれでやったことない曲流れたやん。怖かったなあれ。一応今までやったことある曲とオリジナル曲の今ちゃんとライブで使ってる音源をフォルダにして渡したのに、うんうん、そこに入ってない曲流してたの。で、いや入ってましたって言ってたから私一応帰ってから確認してん。入ってなかった。入ってなかった。怖すぎる。どっから出してきてんそれって。めっちゃ怖いよね。本当に怖かった。世にも奇妙な物語。いや本当に、はい、ま、あのぜひ配信ライブ、はい、奇妙なライブご覧ください。よろしくお願いします、はい、お願いします。チケットの方はあのツイッターから、はいはい、飛べますのでお願いします。その他にも、うん、あの4月に入りましたら関東でのリリースイベントとか、ね、台湾ライブも決定しておりますので、うん、よかったらねラブリーズの SNS チェックして、はい、あの遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。お願いします。それでは来週のラブトピもお楽しみに。お届けしたのはラブリーズの宮崎りおと八木咲でした。どっちも外した。